木を掘れ。え、普通のマイクラだよね。え、全然普通に木を掘れ。何それ。わかった、一旦この木はスルーするとか。うわー、オッケー、わかった。これリンゴを避け切ります。でそれから落ち着いて。いや、どうしようっつーねー。ダイヤを掘れ。え、目の前にあるじゃん、こんなの普通に。な、何あれ。とりあえず一回避けて、オッケー。でジャンプ。ふざけんな。どうすんのこれ。え、まず避けるでしょ。オッケー。でジャンプせずにこうよ。もうゴールにたどり着け。でトゲ、はあ、これだけ。え、簡単じゃない。飛ぶんだそれ。なるほどね、そういう感じのトラップもあると。オッケーオッケー、分かってれば大丈夫。これはこれも飛ぶ。あ、飛ばないのね。でもこれ慎重に行けば大丈夫そう。なるほどね、分かった。そっちがそのつもりなら俺も信じねえ。全て疑ってかかるわ。ほらもうこれ絶対飛ぶじゃん、プルプルしてるもん。おいおい、おら早く飛べよ。ふえふえ、飛ばねえんかよ。紛らわしいな。あのさ、初対面のやつにさ、そういう態度良くないと思うよ。え、僕は君のこと微塵も殺そうとしてないのに、なんで敵に向けられなきゃいけないの。不愉快だな。マグマが怖くて震えてただけなのにな。あのさ、人は一人じゃ生きていけないんだよ。信じようよ。相手がトゲでも信じてみるんだよ。わかった？はい。もういいよ、言って次から気をつけて。はい、すみませんでした。なんかごめんなさい。お前さー、ゴールにたどり着け。これは走って飛べば飛び越えられる。なるほどね、わかったぞ。走って逃げればいいんだ。追ってくることは読めてんだよ。これは読めねえよ。じゃあ一回止まっていけばいいんだ。はい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 、止まります。そして飛び越える。おいつじゃねえよボケー。ダイヤ発見。違う、これは。うわー、お前が、お前が悪いんだぞ。あ、違う、こいつか。うっ、どこへ。なんだ、何をするつもりだ。あー、誰か、誰でもいい、避けしてくれ。はあ、なんだお前。アメジストオード。シカノコノコノコ腰タンタン、シカノコノコノコ腰タンタン、下の子どこどこ星カンカン。やめろ。板チョコどこどこ菓子産卵。ここにある。ディアボロギコギコ都市ハンハン。怖い。岩本ボコボコなし炭酸。汚い、やめろ、可愛い曲なのに。シカノコノコノコ腰タンタン、シカノコノコノコ腰タンタン、膝元コロコロポチワンワン。やめろ。見どころどこどこ五時換算。寂しい。人ごとドロドロ火事対岸。悲しい。今頃ポロポロ恋さんざん。もう失恋ソングにすな、可愛い曲なのに。鹿の子の子の子腰タンタン、鹿の子の子の子腰タンタン、品物ボロボロトイ全般。売れるか。島ごごロコモコ良い循環。ハワイ。近頃ほのぼの春らんまん。夏だよもう。汽車どもゾロゾロこび簡単。いや、歌詞攻めすぎ、楽しい曲なのに。鹿の子の子の子腰タンタン、鹿の子の子の子腰タンタン、推しの子ココソコチョキ看板。いや、ピースね。板の子ココゾとソシ弾丸。かっけ。今どこキャロキャロ飛ぶアンパン。うん、後ろ。リアトモモロトモ鬼ワンパン。いや、熱い展開すぎる、可愛い曲なのにこれ。後ろにチェスト置いとくからね。お、ありがとう。レッドストーン回路に金床、トラップチェストだよパーロー。さてと、ん、オフ。あいつ、これでも食らえ。階段をここにつけて、ん、あー、やったな。こうなったらこれだ。後ろにチェスト置いとくからね。ラメリーさんがこっそりリンゴ食べようとしてる。こうなったら、あーん、って酸っぱ。はっはっは、こっそり食べようとするからですよ。このやったな。逃げろ。待て。あれ、わー、ちくしょう。ん、これはリンゴの木だ。
ラメリーさんがこっそりリンゴ食べようとしてる。重くて動かせない。そういう時は、こうだ。ふん、すげえ。俺もやってみよう。何やってるんだ。こういう時はこうだ。ありがとう。ただもっと丁寧にやってほしいな。贅沢言うな。ほら仕事に戻った戻った。重くて動かせない。あ、ダイヤが入ってる。あ、いいな。追いつけたらあげてもいいぜ。本当？じゃあ捕まえてみろ。あれ、どこに行ったんだ。ここだよ。待て。あれれ、いたずらしてやれ。えい。あおい、あ、ダイヤが入ってる。あっ、なんだ。逃げるんじゃない、家に戻れって。あー、キリがない。こうなったら、よし戻ってきた。そーっとだぞ、そーっと取ってこい。バカー、起きちゃっただろう。どうしよう。あ、おい、ここで待ってろ。俺がとっちめて大量に人参取ってきてやるよ。ダメでした。やっぱりこっそり食べよう。そーっとだぞ、そーっと取ってこい。よし、今のうちに。あ、もうちょっと深く眠ってから来るか。もう大丈夫かな。この家で鬼ごっこをしていただきます。長く生き残った方が勝ちです。勝てば100万ダイヤ、負ければ鬼に殺される。命がけのゲームだ。やるかね。要はかくれんぼギャンブルか。やるぜ。それではスタート。なんか間取りが変な家だな。かかったな、ラメリー。私のヘルメットにはこの家の間取りがインプットしてある。貴様が知らない隠し通路もな。この勝負に乗った時点でお前は負けているんだよ。いいのかい、こんなところでのんびりしていて。何？台所とリビングの間に違和感があったからね。ここに空間がありそうだと思ったら本当にあったなんて。バカな。おい、後ろから鬼が。おっと。あ、鬼は僕が誘導してきたんだ。こいつがどこを歩いてるかなんて足音をちゃんと聞けば分かっちゃうんだよ。この新幹線に乗っていただき、異変を見つけてください。先に異変を見つけた方が勝利です。勝てば100万ダイヤ、負けた方は溶岩に落とされる。命がけのゲームだ。やるかね。新幹線でギャンブルか。やるぜ。それではスタート。怖いな、どんな異変なんだ。かかったな、ラメリー。私のヘルメットは全方向にカメラがついていてな、複数人が同時に視聴している。どこかに異変が映れば速攻私に連絡が入るというわけさ。ラメリー、お前に勝ち目はない。勝者ラメリー。何？引き抜いたのさ、君の会社の従業員を。何を言っている。やめるにやめられないギリギリの報酬で朝から晩までこき使っていたようだね。パワハラも日常茶飯事。そんな会社にいたら心が干からびてしまう。あんたの敗因は周りの人が離れていくことに気づけなかったことさ。ババ抜きをしてもらいます。ジョーカーを残した方が負けです。勝てば100万ダイヤ、負ければ溶岩に落ちる。命がけのゲームだ。やるかね。ババ抜きギャンブルか。やるぜ。それではスタート。右のカードはジョーカーかね。さあね。違うと思うよ。かかったな、ラメリ。このヘルメットは相手のわずかな表情の変化から嘘を見抜く機能がある。手札を1枚ずつ質問すればおのずとジョーカーがわかるわけだ。お前の負けは確定しているんだよ。右がジョーカーだ。何？ジョーカーだと？シャッフルしてください。こっちだ。勝者ラメリー。なぜだ。あんたがやっているのはメンタリズムだね。嘘を見抜けるようだが、残念ながら今の僕には通用しないよ。そんなバカな。事前に催眠をかけてもらってたのさ。スペードのエースの方をジョーカーだと認識するようにね。あ、ドーナッツだ。食べていい？ちゃんと3人分買ってきたから大丈夫だぞ。待った、ドーナッツは出来たてがめちゃくちゃ美味しいんだ。そんなの知ってるよ。そうだよ、もうしょうがないじゃん。いや、レンジで10秒前後チンすると少しだか出来たてに味が戻る。え、本当？本当だ。
温かくてうまいぞ。逆に中にクリームが入ってるドーナツとかは温めちゃダメだ。中身がドロドロ出てくる。こういう系のドーナツは 1,2 時間冷やしてから食べるんだ。なるほど。確かにクリスピードーナツのホームページにも温めるといいって書いてある。なんでこんなこと知ってるの？ラメリーをフォローしてるから。ドーナツ屋で働いてたからだろう。いで夜な夜なゾンビの声が聞こえて眠れない。整地の仕方が悪いんだろうか。整地の仕方を調べてみよう。ほう、湧き潰しという本なら役に立つかもしれないな。なんだそのありきたりな名前は。ありきたりすぎて検索したら50件ヒットしたぞ。どれを買えばいいんだ？そんな時は ISBN コードがおすすめだ。 ISBN コード？日本では978から始まる13桁のコードが1冊につき1つ与えられている。それをアマゾンに入力すればありきたりなタイトルでもほら。本当だ、1件しかヒットしない。なんでこんなこと知ってるの？ラメリーをフォローしてるから。本屋で働いてたからだろう。いえ、最近1年過ぎるの早いな。それはジャネーの法則だ。ジャネー？年を重ねるにつれ時間が経つのが早く感じる現象だ。子供の頃は初めてのことがたくさんあるが、大人になるにつれ日常に慣れてっちまうからな。慣れた分体感短くなっていくんだ。一説によると人生を80年とした時、体感速度でいうと19歳で半分を迎えるらしいぜ。早すぎる。しかしこれには抗う方法があるんだ。どうすればいいの？常に新しいことに挑戦し続けることだ。なるほど。たまには整地じゃなくて建築もしてみるか。なんでそんなことしてるの？ラメリーをフォローしてるから。大学で心理学受けてたからだろ。オースリーさん血液型何型？O 型だけど。なるほど、じゃあ大雑把なんだ。そうとも限らないぜ。え？血液型占いっていうのは海外でジャパニーズブラッドタイプって言われていてな、日本特有のものなんだ。科学的根拠がないからな。でも当たってる感じしない？実は血液型と性格が結びついてるわけじゃない。血液型占い自体が性格を占い通り曲げる可能性があるのさ。どういうこと？例えば君は A 型だから几帳面だねと言われたとしよう。そしてある日ふと片付けをしている時に、あ、自分は本当に几帳面なところがあるじゃないかと腑に落ちるんだ。何度も繰り返すうちに本当に几帳面になっていくことがあるのさ。実行しやすい内容だとなおさらな。なんでそんなこと知ってるの？ラメリーをフォローしてるから。大学で心理学受けてたからだろう。いで